皆さんこんにちは、あまねです。今日は実はダイエットを開始したので、その1日目とともにし始めたことをまとめてみました。よかったら最後まで見ていってください。まず一つ目は水を飲むことです。夏とかはね、暑かったから生きてたんですけど、最近寒くて全然飲めてなかったので、またちゃんと飲み始めようと思います。水はね、ほんまにむくみとかを取ってくれるし、結構ほんまに大事なのでちゃんと飲みます。そもそもね、なんでリバウンドしたかって言ったら、期間で言ったらほんまにちょっとなんですけど、食べるのをねちょっと我慢してしまった時があったんですよ。だからそれが原因かなと私は思ってます。私今までの動画でもずっと言ってたんですけど、ほんまに食事制限続かんから絶対せやんって決めてて、ずっとせずにダイエットしてそれで頑張ってたんですけど、この日までに痩せたいっていう日ができてから、ちょっとだけね、ほんま3日とかだけど食事制限した時があったんですよ。そのね、我慢してたストレスがもうほんまリバウンドの原因だなと思います。내친구가너를좋아해이때기만했어 Sending you things I shouldn't do cause you're on my mind。私はね、露出が少ないこの時期に家で一人で黙々と筋トレを続ける自信がなかったので、頑張ってる人がねいっぱいおるところにいて無理やりやる気を出してみようと思って、もうジムに1回行きました。そしたらストレッチをしていきます。これはね、ほんまにサボったら次の日とか筋肉痛になってやる気がねなくなるので、ストレッチはちゃんとやります。運動後はこうやって気持ちいいぐらいに体を伸ばすストレッチで、運動をする前は腕を大きく回したり膝を高く上げたり、そういう筋肉を伸ばしながら体を温めるストレッチがいいらしいです。我慢をしすぎないことです。これはね、ほんまに基本的なことで、私も前も気をつけてはいたんですけど、やっぱどっかでちょっとでも我慢しちゃうと解放された時にね、逆に暴飲暴食しちゃうので、ゆっくり続けられることをコツコツ続けることが大事です。冬でね、足を出すこともないからマッサージを最近サボってたんですけど、私春休みに旅行に行きたくて、その時に可愛い服を着たいのでマッサージをまた頑張ります。最後はちゃんと寝ることです。
これはね、前の動画でも言ったんですけど、この寝てる間に成長ホルモンっていうのが分泌されてて、このホルモンが脂肪をね分解してくれるから、寝ることはとても大切です。はい、こんな感じで以上になるんですけど、今日はダイエット1日目とともに私がこれからしようって思ってることをまとめてみました。よかったらダイエットをこれからする方一緒に頑張りましょう。